関ゆきお、関ゆき関ゆきつらお、1921年8月29日から1944年10月25日は、日本の海軍軍人、海兵70機、冷凍機械戦において、初の神風特別攻撃隊の一隊である、四季島隊の隊長として特攻し、アメリカ海軍の護衛空母戦トローを撃沈したことで、死後、 四季島大号軍神の一人として検証された。特攻による二階級特進で、最終階級は海軍中佐。1921年8月29日に、愛媛県西条町栄町で古物商を営む父小太郎と母、栄の子として生まれる。現西条市立大町小学校、旧西西条中学校を経て、 1938年12月海軍兵学校、70期へ進学。同期には、菅野忠、中鶴達夫、高井太郎、イースタンカーライナー社長、高級、年尾、日本キリスト教団総会議長がいる。ゆきおは、勉強ができ、文才があり、数学も、賞をもらったり、テニスの首相として、全国大会にも出場した経験があった。父は、 雪尾が高等師範学校に進んで教師になり、平穏に暮らすことを望んでいたが、雪尾は一校がダメならば、同じ程度の難関であった、海軍兵学校に行くつもりであった。父は、今の戦争が長引けばそれだけ命を危険に、晒すことになるぞ。とさとしたが、僕は教師など性に合わん。この非常時にこたなかり主義の、生ぬるい生き方なんぞ我慢できんよ。と反論した。父は、 あいつは、わしらには出来すぎとる。と、境にぼやいたという。父は幸男が、海軍兵学校を卒業する前に死去した。その後、母、坂は経営していた、古物商を廃業し、草持ちの行商人へ転じている。海軍兵学校へ進学する幸雄の希望で、母方の親族にあたる重子が、関屋の養女となった。海軍兵学校に在籍する者の,の中で、関は、 日にを争うほどの高身長でとても目立っており、新入生高齢の生命申告では、上級生に唯一褒められたという。その一方で、用意元である茂子の自慢話を同期生に、話したり、茂子と他の生徒の言い名付けを比較して、茂子の方が上だというような内容を日記に記述していたことが発覚して、制裁を受け、関が記述した日記が、全生徒の見せ物にされたこともあった。 しかし、茂子の件で制裁を受けた場合を除けば、両邸での芸者遊びによって芸者にあまり関心を持たず、異性に対する関心は薄いように周囲から見られていた。1941年11月15日海軍兵、学校卒業、小児候補生として、戦艦、不走乗り組1942年4月、水上規模艦、千歳乗組 渡辺恵美子という鎌倉で有名な医者の娘から、疑問袋を送られ、その令状に横須賀に帰ったら、直接会ってお礼したいと記述していた。その後、関が横須賀へ戻った際に約束していた出会いは、実現するものの、関は恵美子ではなく、同行していた恵美子の姉に一目惚れする。その姉が、後に妻となる渡辺真理子であった。 1942年6月正位。1943年1月第39期飛行科学生を拝命。霞ヶ浦海軍航空隊に入隊。この時、教官として、関に付きっきりで指導したのが、総連35機の原田要であった。関は、一兵卒上がりの原田に対しても、とても礼儀正しかったという。6月海軍中尉に任官。8月、 うさぞらで、艦上爆撃機の実用機協定。1944年1月、霞ヶ浦海軍航空隊付、飛行教官に就任。1944年5月1日海軍隊員に、進級。1944年5月11日に、婚姻願いを、提出。5月26日に、海軍大臣の許可が下りる。月日、席は、 福永京介大陸海軍少佐夫妻の売償の下、渡辺真理子との結婚式を、遂行者で取り行った。1944年6月マリアナ沖海戦、アゴ作戦の翌々日、関は練習生に向かって、アゴ作戦の敗北は知っているだろう。もうこうなったら、爆弾を抱いて体当たりするしかない。お前らに、それができるかと話したという。1944年9月、 対南海軍航空隊の教官に着任。富士 H によれば、9月末頃、搭乗員に対して一人後、最大者は、外れろという指示がまずあり、誰も出て行かないと、続けて、フィリピンで特攻をやるので志願する者は上司に願書を出すようにという話があったという。富士は願書を持って行く際に飛行長の前で席に会い、二人は、笑って、いよいよしょうがないですなと話し、 二人で願書を提出したという。佐原単位によれば、戸塚工事単位と、神田以上との三人の間で、特攻といっても決死いと爆弾を抱えて、突っ込み行くのとあるが爆弾かなという会話があり、席は手紙で知らせるといい、後で来た手紙には、その通りとだけ書いてあったという。9月25日、第201海軍航空隊に赴任。 台湾を沖航空戦で戦死した鈴木宇三郎海軍隊員の後任として戦闘三百一飛行隊長となった。席の赴任は礼戦による降下訓練のためと発表されていたが、搭乗員の間では特攻の指揮官として呼ばれたものと考えられていた。九百四十四年十月十七日、第一航空艦隊司令長官に内定した大西滝次郎中将がマニラに到着し、 前任の寺岡近平中将と事務の引き継ぎを終えた。18日大西は参謀などから意見聴取して現状把握に努めたが、一高官の現有兵力のうち、実動機数が約40機程度であることを知る。それによって、大西は一高官司令部で第761海軍航空隊司令、前田厚生大佐に選挙区の説明を行った後、 副官の文字地下乗り隊を伴って、マバラカット飛行場に向かう。夕国近くに、マバラカットに、到着の後、指揮所に201空腹町、玉屋佐一中佐、一交官主席参謀、チョコ緑平中佐などを招集し、隊当たり攻撃法を匹敵する。大西と入れ違いに、マニラへ向かい、マバラカットに戻る途中で上気の富士により足を骨折して、 海軍病院に入院した201空司令、山本久大佐には、この会合とは別に一交換参謀長、小田原俊彦助から、大西の考える体当たり攻撃法を匹敵され、副長、玉井に一任するとの伝言を託していた。玉井は、体当たり攻撃法に賛成し、戦闘305飛行隊長、いぶすきまさの隊も同意したため、 未曾有の攻撃砲たる体当たり攻撃が採用されるに至った。玉井は体制に攻撃隊の編成を一任するよう申し出て了承されるとチョコと共に攻撃隊の編成に取りかかるが玉井と育児には大まかながら攻撃隊の編成が出来上がっていた。すなわち隊員は第十機期守飛行予下練習生から選出してこれは玉井が 第263海軍航空隊時代から何かと、航熟規制の面倒を見て、共に戦ってきた背景があり、航熟規制に一花咲かせようという根端からだった。201空にいた航熟規制は63名で、体調不良だったり日本に航空機受領に行っていたものなどを除いた33名の中から隊員を選ぶこととした。指揮官は、 海軍兵学校出身者の指揮官登場員から選ぶもので、これはチョコの提案であった。チョコの構造では指揮官には当初第306飛行隊長で席の同期である菅野を考えていたが、官野も日本へ機材受領に赴き不在であったため、席が攻撃隊指揮官として選出されることになる。その理由として席が着任時にたまに挨拶した際に、 内地から張り切って戦地にやってきた風のような感じを与えていたことや何度も出撃への参加を志願していたことが強い印象として残いたからだと玉井は後年になって改装している。井口の賛成を得た玉井は就寝中の席を起こし体当たり攻撃隊の指揮官として白羽の矢を立てたことを告げた。井口によれば席は指名された際にその場で熟考の後 ぜひやらせてくださいと即答したという。たまえによれば、関は、一晩考えさせてくださいと即答を避け、翌朝になって承諾する返事をしたという。いずれにせよ、関は、特攻大使機関の指名を受けた後に、自室へ戻って、遺書を書いた。チョコとは多くは語らなかったが、チョコの、君、関は、まだチョンが、独身だったなという問いかけに対して、いえ、 結婚しておりますと答えたという。玉井と井口は待機していた大西の下に向かい、隊員二十四名を選び、席を攻撃隊指揮官としたことを報告した後、隊員の名前を、神風特別攻撃隊と命名するよう願い出て、大西に了承された。また大西は、各隊に、四季島隊、山和隊、朝日隊、山桜隊と命名した。10月20日午前10時。 第一航空艦隊長官に着任した大西滝次郎によって最初の神風特別攻撃隊に訓示と命名式が行われた。元織の織長の古歌より命名された四季島隊、山和隊、旭隊、山桜隊で各隊3機ずつ配分された。この4隊から漏れた高10機は別途、菊水隊へ編入された。この時点で席はどの隊にも属せず、 総指揮官として一種の独立した立場に置かれていた。四季島隊のオリジナルメンバーは中野岩を1301、谷信を1305、山下則り1301の3名で、いずれも一悲壮だった。関と四季島、山と朝日、山桜の各隊員と直演隊員が201空、本部前に整列し、大西が隊員の前に現れて、 訓示を述べた握手を行った後、関と四季島、山と両隊は、まわらかっと西飛行場に、朝日、山桜両隊は、まわらかっと東飛行場それぞれ移動して、出撃の時を待つこととなった。大西は、日本は今、危機でありこの危機を救えるのは、若者のみである。従って国民に代わりお願いする。皆はもう神であるから世俗的欲望はないだろうが、自分は、 特攻が条文に達するようにすると訓示した。大西はマニラに戻った後にこの神風特攻隊編成の命令書を起案させて、連合艦隊、軍令部、海軍省など中央各所に発信した。午後になって、大西はマニラに戻ったが、その前にマバラカット西飛行場にて、関と四季島、山和領隊隊員と最後の対面を行い、 別れの水坂を交わしたり雑談を行った後、マニラに向かった。また、大和隊、隊長、久能義忠が海軍中尉、厚生大学出身は20日夕方に201、空飛行長、中島忠志少佐に引きられ、セブに移動していった。同日、同盟通信社の記者で、海軍報道班員の小野田勢は、席の談話を取ろうと席の部屋に入ったが、前日の夜に、 隊長指名を受けた関はこの時、顔面を蒼白にして厳しい表情をしつつ、ピストルを小野田突きつけ、お前は何だ、こんなところへ来てはいかんと怒鳴った。小野田が身分指名を明かすと、ピストルを引っ込めた。この行動は、異常な心的状況の中に身を置いていたが、ゆえの異常行動という推測もある。少し後、関と小野田は外に出て、 マバラカット西飛行場の傍らを流れるバンバンがあの、あぜで、関は、小野田に対して、次のように語った。この発言の前半部分は、元は、感情爆撃機搭乗員としてのプライドから出た、不満であり。後半は、妻のマリコや母の境のことを想起した発言で、承諾の言葉である、ぜひ、私にやらせてくださいは、自らの内容に相告する想念のすべてを、 一瞬のうちに使用して発した発言という指摘もある。関は宿舎でマリコ宛て及び栄宛ての衣装をしたため、マリコの親族に対するお礼や教官時代の教え子に対しては、教え子はチレ山桜ザこののごとくにとの自世を残した。また、この日に日本から戻ってきたばかりの菅野にも不満や残る家族への思いを打ち明けた。10月20日は、 敵艦隊発見の情報なく暮れていった10月21日朝、百式司令部偵察機が、レーテ島東方洋上で、アメリカ機動部隊を発見し、これを報じる。敵艦隊発見の法を受けて、季島、朝日、山桜の各隊員が、指揮所に移動し、出撃は四季島、朝日の2体に決定する。この時点から、関は、四季島隊の隊長も兼任するようになり、 四季島隊も、長峰はじめ市長、兵種飛行予科練習生15機が加えられて、総勢5名となった。席はたまえに威発を託し、9時に両機を伴って、まばらかっと西飛行場を発信した。日本映画社、稲垣弘国カメラマンが撮影した、前日の大西との決別とこの日の出撃を、組み合わせた映像が、日本ニュース第232号。 神風特別攻撃隊として公開された。マバラカット東飛行場から発進した朝日隊と合流して敵艦隊を目指すも見つけられず燃料状況から攻撃を断念してレガスピに引き返した。関は10月22日早朝、四季島隊と朝日隊を率いてマバラカットに帰投し、たまえに愛すみませんと涙を流して謝罪した。この飛発出撃を果たした。 特攻隊は、四季島隊、朝日隊の他に、セブに移動していた、大和隊があった。出撃予定時刻は14時30分であったが、発進寸前で爆撃を受け、可動機前期が炎上してしまった。予備機で再編成を行った後、16時25分に、爆走2機と直煙1機が発進した。しかし、悪天候に阻まれて、 爆走一機と直延期は引き返したが、体調の苦悩はついに帰らず、後日に本人の正常と特攻に対する熱意から押して、体当たりしたものと推定して発表された。10月23日、朝日隊、山桜隊は、マバラカットからダバオに移動した。唯一、マバラカットに残った、四季島隊は23日24日にも、出撃したが悪天候に阻まれて、人を余儀なくされた。 関は祈祷のたびに、たまえに謝罪し、添島大前軍医大員の改装では出撃前夜まで寝ることすらできなかった状況だったという。10月24日、大西は、マバラカット、セブおよびダバオの各基地に対し、10月25日早朝の栗田、武雄中将の第一遊撃部隊突入に交応しての特攻隊出撃を命じる。敷島隊には、 戦闘311飛行隊から、関と同じ愛媛出身の大国重尾へと、飛行兵が加わり、直演には、歴戦の西沢博士岐飛総長が加入した。10月25日7時25分、関引き入る、敷島隊10機、爆走6、直演4位は、骨折のみながら海軍病院から抜け出して駆けつけた、山本や、山本に付き添った。 添島らに見送られてまばらカットに指揮場を発進る。途中、初出撃から行動を共にしていた山下機がエンジン部長でレガスピに引き返し、四季島隊の爆走機はこの時点から5機となる。10時10分に0手1突入を断念して引き返す栗田艦隊を確認した後、10時40分に護衛空母5隻を機関とする第77.43任務軍。 クリフトン・スプレーグ少将を発見して突撃機会を伺い10時49分に両機と共に突入して戦死した。去年23、四季島隊は第77.4、三人無軍に接近するまではレーダーを避けるために超低空で飛び至近距離まで近寄った後に雲前隠れて様子を伺い10時49分に攻撃を開始した。一機はの環境をかすめて 飛行甲板街の通路に命中。仮人米には一機が全部エレベーター後方、もう一機が後部エレベーター前方にそれぞれ命中した。ホワイトプレーンズを狙った一機は、被弾による操縦不能によって狙いが外れて、完備資金の海中に突入。セントローにはホワイトプレーンズに向かっていた二機のうちの一機が、震度を変えて突死、格納庫で爆発した爆弾により、 激しく炎上したセントローは11時30分に最後の大爆発を起こして沈没した。セントロー撃沈は艦隊上によるものとして広く認知されているが仮認米に突入したとする説、また突入時刻やアメリカ側が撮影した写真などから席が突入したのは艦兵衛であるという主張もある。しかし、四季島隊のどの木が どの空母に突入したかを特定するのは困難である。1944年10月28日、神風特攻隊の戦火が海軍省発表で公表された。四季島隊の戦火だけであり、同じく特攻した菊水隊、大和隊の戦火が同時に発表されなかった。国民が神風特攻隊を知ったのは1944年10月29日の新聞による 特攻第一号、貫中助の発表が最初だった。そのため、四季島隊隊長、関幸男中佐は、特攻第一号として大々的に発表されたが、戦後は21日に未期間となった、大和隊隊長、久能吉忠大隊を未確認ながら五十順位への、特攻として、久能を第一号とする主張もある。消息を絶った、久能、佐藤、そして特攻が確認された。 朝日隊、山桜隊、菊水隊について、連合艦隊布告が出されたのは、11月13日になってからのことだった。席に先んじて21日に消息を絶った、久能義忠については、連合軍側の記録にある、オーストラリア海軍重事務艦、オーストラリアの損傷が、久能の特攻による戦火で、敵艦に突入した可能性もあるが、 出撃時刻と損傷時刻がかけ離れており、また、オーストラリアを攻撃したのは、陸軍飛行第65戦隊あるいは飛行第66戦隊の99式襲撃機で、被弾の後、台当たりしたという資料もある。敷島隊に先立つこと約1時間前、ダバオから、朝日隊、山桜隊、菊水隊が出撃し、7時40分に第77.41任務軍、 トーマス・エルス・スプレーグ少将に突入して、護衛空母、スワニーに、滝沢光雄一飛送機が、サンティーに、加藤と文一飛送機が命中している。第2号から、第8号のち、第7号の内訳のうち6名のち5名は、この攻撃によるもので、残る1名は10月23日に、大和隊で出撃して、消息を絶った、佐藤カオル上飛走である、一人減っているのは、 朝日隊の磯川室男一悲壮が当初、特攻で戦死と発表されたものの、生存が確認されて取り消されたからである。このことから、四季島隊は出撃時刻で約1時間、攻撃時刻で約3時間、戦死者が出るまでに至っては4日も遅れを取ったことになる。四季島隊の戦果は西沢が確認して、セブに帰島後、中島に戦果報告を行っているが、 朝日隊、山桜隊、菊水隊の戦火も、また、菊水隊直縁の塩生命上飛層が確認して、やはりセブにて中島に報告されている。この、神風特攻隊発表の筋書きは、講和推進派の海軍大臣、与内三政大将と軍令部総長、及川小四郎によるものであり、特攻のインパクトのために、数より、 海兵出身者による特攻という質を重視した反という指摘もある。また、菊水隊直縁の塩森から中島に伝達された戦火情報は9時48分にダバオの第61航空戦隊に伝えられたが、朝日隊、山桜隊の戦火については定かではなかったと同日、夕方まで待った後、19時6分に一交換へ報告を行ったこと。 第61航空戦隊は、後方支援部隊のため、作戦部隊の状況判断に欠けていたこと、一方、四季島隊直縁の西沢から中島に伝達され、12時5分に、一航交換へ打電された。戦火情報は、疑問の余地なく、上層幹部も予想していなかった、大戦火だったこと、四季島隊のみ、隊員全員の戦闘状況が明確だったこと。席が最初に指名された。 特攻隊すべての総指揮官で、かつ戦闘に立って突入したこと、これらが、季島隊のみ公表された要因とする指摘もある。第1航空艦隊航空参謀、吉岡忠和中佐によれば、苦悩の出撃は、天候が悪く到達できず、山か海に落ちたと想像するしかなかった。編成の際に指揮官として、席を指名した時から、席が1号で、 順番がどうであれそれに変わりはないと見るべきという。軍令部部員、奥宮正武によれば、久能未機関の発表が遅れたのは、生きていた場合のことを考えた、連合艦隊航空参謀、淵田光大佐慎重な処置ではないかという。また、久能が予備学生であったことから、予備学生警視開兵学校重視の処置とではないかと、する意見に対し、当時は、目標が空母で、 機関期もあり、空母も見ていない、米側も被害がないので一号とは言えなかった。10月27日に目標が拡大したことで、長官が加えたと話している。戦中に軍神と称えられ、軍国主義の宣言材料に使われたことが敗戦後の世相の中であだとなり、関や遺族は終戦後は一点日陰の存在となった。戦後しばらく軍人の遺族に、 国からの扶助などが行われなかったため、関の遺族も生活は苦しかった。関には子供が存在せず、妻のマリコは戦後に再婚した。母、坂江は草持ちの行商で生活し、後に石槌村立石槌中学校に学校用務員として雇われ、生徒からは日本一の小遣いさんの関おばさんと呼ばれて親しまれたが、 1953年11月9日に、用務院室で57歳で休止した。堺の没後、いよみ島市、現、四国中央市の村松大市に、関の墓が建立され、1975年には、関の慰霊と平和祈願のため、関親子を昔からよく知る西条市、奈良本神社官主、石川梅蔵の発願により、元海軍大佐で国会議員だった。 源田実の協力も得て、奈良本神社に、関幸きを入れへの日が混流された。毎年10月25日には、関が敵空母に突入した午前10時に、海上自衛隊徳島航空基地か、小松島航空基地の航空機ご機編隊が、慰霊のための編隊飛行を、奈良本神社上空で行っている。また、安国神社には、関の遺影が祀られている。と、上様。 母上様最上の母上には、幼児よりご苦労ばかりおかけし、不幸の段、お許しくださいませ。今回、帝国勝敗の岐路に立ち、身をもって訓音に報ずる覚悟です。無人の本会これにすぐることはありません。鎌倉のご両親におかれましては、本当に心から可愛がっていただき、その御恩に報いることもできず行くことを、お許しくださいませ。本日、帝国のため、 身をもって母官に体当たりを行い、訓恩に放ずる覚悟です。皆様お体大切に。マリコ殿の何もしてやることもできず、散り行くことはお前に対して、誠にすまぬと思っている。何も言わずとも、無人の妻の覚悟は、十分できていることと思う。ご両親様に紅葉を先一と心がけ生活して、行くよういろ,いろと思い出をたどりながら、出発前に知るすエミちゃん坊主も元気でやれ。 教え子へ教え子よ、地霊山桜こののごとくに、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。